ショートプログラム1位のジュニアグランプリファイナル覇者、13歳のカミラ・ワリエワが 152.38 点、合計 227.30 点で圧勝。コーチのエテリ・プトベリーゼ氏がインスタグラムに教え子らとの集合写真を公開すると、ファンから今までで最高のチームと反響の声が相次いでいる。揃って笑みを浮かべている。一番手前にいるのは振付師のダニール・グレイヘンガウス氏、その後ろにプトベリーゼ氏、ワリエワ、銀メダルだったダリア・ウサチョワと続いた。ワリエワは金メダルを手に白い歯を輝かせている。表彰式の後に撮られた一枚のようだ。将来が期待される二人。プトベリーゼ氏のインスタグラムのコメント欄には、おめでとう、今までで最高のチーム、グッジョブ、カミラよくやったわ、最高、二人波長、素晴らしい出来だったわ、二人とも愛してる、と祝福や称賛の声が集まっていました。海外メディアも高く評価した。 IOC 運営の五輪専門メディアオリンピックチャンネル、はエテリ・プトベリーゼ門下生のロシアの若き天才、と評した上で、カミラ・ワリエワがタリンで開催された世界ジュニア選手権でデビュー、同大会女子シングルを制した、と大会デビュー戦で優勝したことをレポートした。国際スケート連盟も公式サイトで演技をレポート。13歳のワリエワは最初の4回転トーループの着氷こそステップアウトしたものの、その後すぐさま修正、精巧なスピンとフットワークでレベル4を獲得した。とジャンプだけじゃない、ワリエワの技術力の高さを特筆していた。15歳で迎える22年北京五輪は出場できる年齢、目下天才3人娘が牽引しているが、ワリエワが2年後に中心選手となっている可能性は大です。シニアのトップの中でも戦えるような選手になれるように頑張ります。佐藤俊です。来シーズンは安定したスケートができるように頑張りたいと思います。
来シーズンの僕たちに期待しててください。頑張ります。